こんにちは、池田しおりです。今日はシンプルなお団子アレンジやっていきます。綺麗めにもカジュアルにも使えるアレンジです。はい、私と言ったらお団子アレンジかもポニーテールアレンジが得意なんですけど、今日もそれを全面に出してるんで、よかったら見てみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。5滴使います。髪の毛全体にしっかりオイルをつけていきます。襟足のあたりで髪の毛をまとめます。お団子になるようにゴムで結んでいきます。この時少しお団子を大きめに出しておいてください。毛先をゴムの部分に巻きつけていきます。毛先の部分とかがちょっとポロポロ出てくると思うんですけど、気にせずに上からゴムで挟んでいきます。少しこの辺りにボリュームを出していきます。皮紐を使います。どちらかを短くして一度結んでいきます。長い方を巻きつけていきます。上で結んでいきます。振っても紐が落ちなければ完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ポイントは2つで、まずお団子なんですけど、お団子はちょっとこう長めにというか大きめに作るのと、紐を巻きつけるときに1つを短くして1つを長くしてぐるぐる巻きつけるのがすごく簡単でおしゃれに見えるので、よかったら参考にしてみてください。また次回の動画で会いましょう。さよなら。